当然のことながら、ご飯を食べる前に手洗いを徹底することが重要となります。よくいただく質問はご飯もしくはおやつの時間のについてですね。現在こちらの園では、ここにお人形を置いているところが園児がいると思っていただければいいかと思うんですけど、実際このようなセッティングでおやつご飯を食べています。ご存知の通りソーシャルディスタンスが大事ということで、今こことここの距離はおそらく1メートルない50センチぐらいのここの間隔のですね距離になるかと思うので、理想を言えばですね、ここの椅子を取って、こうですかね、これぐらいの間隔だと少し一定度の一つ抜いていただくと距離が取れるかと思うんですけれど、それはそれぞれの円の状況があるかと思うので、難しい場合はですね、お願いしたいのは、食べてる最中にお話をしないということです。園の先生もいらっしゃいますので、食べながらお話をするのではなくて、食べてる最中はまずは静かに食べましょうと、終わってからまたちょっと少しおは離れてですね、できればお話をしましょうというふうにご指導いただければと思います。最近ですね、感染経路として一番目立っているのは会食中というのは皆さんお聞きになっているかと思います。保育園でもその感染経路というのは同様です。今回のコロナウイルスはどうしても口腔内に多いので、ご飯を食べるときというのは感染のリスクが高くなってしまいます。保育園の先生は、通常マスクをされてますが、一緒にこのようなテーブルでお昼ですとかおやつを食べるときは一緒に食べることがあるかと思います。で、食育という観点から子どもたちと一緒に保育園の先生も食べてることがあるかと思うんですけど、感染予防の観点から言うと、それは非常に万が一先生が感染していたら子どもたちに感染させてしまう可能性があります。逆に子どもたちが感染してた場合は先生に感染する可能性があるわけです。ただどちらがいいかというのは難しい話で、その食育っていう年齢 の, その成長発達によっても、その本当に先生が一緒に食べるのが必要かどうかというかことを どちらがいいかということを考えて、そこの先生が一緒に食べるかどうかというのは決めていただければと思います。それぞれの園でこういうコップを使っているかと思います。食事の時のお茶を飲んだり、それから歯磨き等を使っているかと思うんですが、先ほども申し上げた通り、コロナウイルスは口腔内にいます。唾液の中に含まれます。当然このコップも口につけて飲みますので、このコップがやはりウイルスがついていることがあります。使用した後はアルコール等の消毒薬ではなく中性洗剤で構いませんので、中性洗剤でこう洗っていただいて、スポンジもきれいにしていただくことは大事かと思うんですけど、洗っていただいてこちらに置いていただくと安全かと思います。こちらの園ではフッ素のうがいということをやられています。5歳児以上でしたかね、4、5歳児でフッ素のうがいしてるんですが、当然のことながらまた こちらのコップを使います。その時も同じように使い終わったら中性洗剤、普通の食器洗い用の洗剤で構いませんので洗っていただく。それからそのうがいした後、ここで多分子どもたちはの液を吐き出すと思うんですけど、そこの中に飛沫がたくさん入っている、つまりウイルスがたくさん含まれていることになるので、こう横になってですね、子どもたちがその液を吐き出してしまいますと飛沫が飛び散って感染のリスクがとても高くなりますので、フッ素のうがい口に含んで順番に並ぶか、一人一人こちらで吐いていただいて飛沫が飛ばない距離に他の子どもたちは待機していただくことが大事になります。でこちらの園ではそのフッ素のうがいの際は口に含んだとこちらのコップでそれぞれの席でこのコップの中にその液を出しているそうなんですけど、その際にも重要なのがソーシャルディスタンス、特にここでソーシャルディスタンスを取ってもらうということが大事になります。あと思いっきり入ってこう飛び散らさないように子どもたちに注意してもらったらいいかと思います。
で、その吐いたものは子どもが処理をするのではなくて保育士の先生が集めてこちらで捨ててるっていうことはいいことだと思うんですが、その際にやはり保育士の先生たちも気をつけていただきたいのは、処理した後の手洗いを徹底するということが大事になります。あとは思いっきりここで先生たちもこう飛沫が跳ねるような捨て方ではなくしてもらいたいのと、ここで捨てた後それこそアルコールでこうさっと吹きかけて消毒してもらうことが大事となります。